はいまあこれより、えー、1時間ほどお時間を頂戴して、えー、皆さんにまあ出締メ言ってると思いますけれども「えー、公述試験の突破法」と「関西代理研能力認定考査対策」ということでお話をさせていただくことになるんですがまあ何はともあれ、まあ、この場に来てこう皆さんを目の前にして、まあ、ちょっとねこう。 歓喜を余るものがあったんですけれどもまずは皆さん本当にあのまあ筆記試験ですけれども合格おめでとうございますいや本当にまあこれ毎回このガイダンスをやらせて頂い,いてるんですけれどもやっぱり私そんなに皆さんの目の前に出る講師ではないんですがやっぱりこうやって皆さんのねあの、まあ、いつもと拝見している顔とちょっと雰囲気が違う顔というか。 を拝見するのがまたあの今日ねこの渋谷本校でこの生講義をやっている生のガイダンスをやっているんですがこの渋谷本校まで足をお運びいただいた皆さんそして各中継校で聞いていらっしゃるあるいはその後ね収録した動画を聞かれる方もいらっしゃると思うんですが本当にこう。 この幸せな気分っていうのかなこれをまあ届けてくださって本当にありがとうございますという言葉がまず最初に皆さんににお伝えしたいいこととななるかなと思います、えーとまあ、皆さんがね引試験合格されて、まあ、私自身もう10年以上前ですけれども振り返ってみて今、まあ、11年2年ぐらい経つんですが今思ってもおそらく成功体験のレベルとしては一番高い成功体験がこの司法書士試験の合格だったなというのが今もって思う。 感想印象なわけですなので、えー、皆さんも今後ねこうじわじわ来るあるいはもっともっと、えー、いろんなねチャレンジをなさっていくのかもしれませんがまあ,あの、まあ、この資格使用書士という資格の第一歩を踏み出したということもそうなんですけれども今後過ごしていかれる上でまあ、このなかなか簡単にねクリアされたっていう方はそんなに多くないと思うのでいろいろ日頃の生活も含めてこう 耐えて耐えて、まあ、やっとねここにたどり着いたということでしょうからこの経験っていろんな箇所で今後生きてくると思いますただ単にこう司法書士の実務をやられてご自身でえまあ事務所等を経営されていくっていう時も当然そうでしょうし他の何かをなさる時にもこのクリアするまでの過程というんですかねこれを まあしっかりこういつでも思い出していただいてあの時こうやればこんな難しい試験だってクリアできたんだから例えばやり方はあるはずだとかあの時うまくいったやり方にうまく合わせていけば今度の 困難だってクリアできる私実際そういうふうに、えー、受かった後もいろんな物事に対して対応しているんですけれども、まあ、そういったことも含めてね本当にこう価値ある財産を1個手に入れていただいたかなと思っていますので本当に今後ね頑張っていただきたいと思います。でそんな中で、えー、とこれから実際の内容に入ってはいくわけなんですけれども、まあ、今回皆さんは筆記試験を合格したということでまあ 昨日のお話、まあ、今日が10月4日ですから昨日それが分かってまだ本当にほっとしたという気持ちが非常に多いのかなあの強いのかなと思いますけれども、まあそうですね、このあとにも皆さんにはまあイベントがいろいろと控えていますので、まあ、あのまたすぐに何かやんなきゃいけない話をするのかというふうに皆さんに怒られてしまいそうなところはありますけれどもまず一番最初に出てくるお話としてはうまく映るかな。まあ 法術試験突破法というふうに書きましたからまず皆さんに最初に来るイベントとしては10月15日に。 口述試験があるわけで、まあ、ここを一応クリアして、十一月五日の最終合格発表で、まあ、あの司法書士試験のまあ完全合格という言い方になろうかと思います。ですので、まあえー、と本日が十月四日ですから、あと十日ちょっとあるんですけれども、まあ、このまず、十、えー、月十五日の口述試験を。 気持ちよく受け終わっていただきたいなというのが私から皆さんへの最初のメッセージになります。ということでせっかくほっとしたのにもうまた試験の話かよというふうに言われてしまうかもしれませんが、まあ、このね口述試験皆さんもご存知の方ほとんどだと思いますが、まあ、基本的にはちゃんと受けていただいて。あの まあ基本的にまあ人としてねちゃんと普通に対応さえしていただければまあ落ちることはない試験なんですよというふうに言われています。なのでまずはしっかり受けてきていただくことが大事かなと思っているんですがまあこれどういった形式で行われるかっていうのもね含めてちょっとお話をしておきたいと思います。 ま、基本的には会場に集まってまあ、面接です。すっごく簡単に言ってしまえば、私の時は試験官が2人いましたが、2対1のまあ口頭による面接というふうにイメージをしていただけばいいかと思います。えっ、ー、と、後ろのレジュメ、後ろのページにちょっと載っけときました。けれども、2番目、口述試験についてということで。 出題範囲はもう本当に皆さんが得意中の得意にしていらっしゃるであろう不動産登記法商業登記法そしてまあ司法書士法から出題がされるわけなんですけれども特色的な部分はこれが全て口頭で 質問をされそれに対して皆さんが口頭で回答をしていくそれもある程度閉じられた空間の中で机を挟んで相手側に明らかにちょっと偉い雰囲気を出している方が2人いる中2対1でお話をしていくそしてまあ要するに皆さんとしては非日常の状況でまあ 面接にに似てるというふうに言いう言ましたから、ある程度スーツを着るような形で、まあ、スーツ着慣れてる方はね少しは気楽かもしれませんけれどもやっぱりちょっと落ち着きががない、い緊張感が高まった状態で、で、え、で、ー、口頭で対応をしていくわけです。そうなってくると今まで皆さんがトレーニングしてきた、ね、例えば試験勉強において積んできた知識としては頭に入っていることばかりが聞かれるんでしょうけれどもそれを 言語化して耳で聞いて言葉で話すっていうのはすごくトレーニングをしていないとなかなかやりにくいところがあると思うんですね例えば何を言われたかパッと聞き取れなかったときにどう対応しようもう一回聞き返していいものかそれともなんとなく聞こえたふりをして答えた方がいいものかそれか私も経験ありますけれども ここまでもうあと一歩まで答えが出てるんだけれども言葉が最初の一言が出てこない緊張感があるとねこんなようなことはいくらでもあるわけですから、まあ、やっぱりそれなりの対策はしておく必要があるだろうというのが、えー、私が考えていることです。なのでもう一回戻りますけれども、はい、10月15月日に口述試験がありますでそれについて基本的には受けたら受かる というふうに言われている試験ですから。 そんんななにご心配いいただく必要はないんですけどもでえと私も何人にも聞いて結局こういう話をしてもその後お会いしたら「あの時失敗しました」「ほとんど何もしゃべれませんでした」「頭の中真っ白になりまして」「必ず1人か2人私そういう話聞くことがあるんですけれどもじゃあそういった方があの残念ながら異例の不合格になったかというとまあそういうことはないわけです。ですから皆さん受かってはいくんですけれども。 10月15日にそういった経験をされて約1か月後が最終合格発表なので何が言いたいかというとあんまり緊張してね自分の100%の姿が出せなかったっていう方はもうほとんど皆さんがそうなると思うんですけれどもあまりにも失敗したなと思うとせっかくこのほぼ人生ですごくハッピーな解放された瞬間を3週間 ななんとくもしかしたら異例の一人になってしまうかもしれないって気持ちを持って過ごしていただくのがすごくもったいないなと思うんです。なのでもうあのので、まあ、筆記試験その後の講述試験験そ後ということになりますけれども、まあ、最後しっかり締めくくって気持ちよく11月5日を迎えていただくためにあともう一歩だけね まあ、大したことをしなくてもいいんですけれども対策というかをしてておかれた方がいいいと思っていますですので、まあ、あの申し上げたとおり、まあ、その口述試験というのは基本的に口頭でやっていくものなので、まあ、例えばどういうことが聞かれてきたのか。 そしてそれに対してどういう対応をしていった方が良さそうなのかっていうのはやっぱり事前に、まあ、想定問答じゃないですけれども、まあ、どんなことが聞かれるかっていうのはある程度把握をしておくしそれを口頭で聞かれたものに対して口頭で答えるっていうトレーニングはやっぱりしておいた方がいいと思うんです。 まあだからといってじゃあ,あの家でねこうブツ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 一人でしゃべる練習をするのかっていうとそこまではする必要がないと思うんですがまあなのでレックとして皆さんに何かできることがないかなということでもしかしたらお手元にパンフレットあるのかもしれないですけれどもまあその「口述試験対策」ということで「口述模擬試験」というのをご用意させていただいています。 あるいは、まあ、その地域によっては口述個別指導ということになるかと思うんですが、まあ、え何をするのかということなんですけれども、まあ、基本的にはこれ書いてないかな、えー、と基本的にはなるべく口述試験に合わせたような形でちょっと1対1になるケースがあると思うんですけれどもブースをご用意させていただいて、まあ、私たち講師も入る場合がありますけれども、まあ、試験官 の役割をさせてていいただいてそこに一人ずつ皆さんに入っていただいて、まあ、例えば今まで過去を問われたような出題を口頭でご質問するそしてそれに対して口頭で答えていただくこのような時間を一人確か20分お取りしてトレーニングというか、まあ、慣れていくための環境づくりというのをさせていただくことになっております。だだだいいいいいいたた私が担当しててててる時だとき分ぐらい入ってきていただいて まあなるべくまあ本番に近いような形でお話をさせていただいてでその後5分ぐらいまあ質疑応答というような形でまあまあもし私が入っているんだったらこんな点が気になりましたとかあるいは皆さんの方からここの辺どう気をつけたらいいんですかというようなお話をさせていただいてまあ終了という形になるんですけれども。ちなみにえと私が その試験官担当させていただく時には、まあ、今からネタバレネタバらしをしていいのかどうか分かりませんけれども、まあ、結構圧迫系の面接を私はするようにしていますちょっとね今年入るかどうかはあの伏せておきたいと思いますけれども、まあ、結構やっぱり緊張感のある場を一回経験しておけばああの時のこう口から何か出そうなものに比べれば楽だっていうふうに感じることもあるでしょうしやっぱりほっといたって。 本番でではは絶対緊張するるののもう分かっていることなので、まあ、それになるべく近くということでその緊張した中でねどう皆さんのやってきたことを表現していただくかということではあると思うんですが、まあ、人によっていろいろやり方はあると思いますけれどもこの「口述模擬試験」というのを用意していますのでこちらは是非今日ねこのお話を聞いていただいているということはある程度そういった口述 試験に対しても対策をしていかなきゃいけなそうだなと思っているから聞いていただいているのでしょうからぜひそういった機会ね模擬試験を受けてみられるといいかと思いますスケジュールとして東京近辺ですと中野本校で主に実施をしていきますけれどもこちらは、えー、と明日10月5日10月6日こちらはほぼ1日。 時時時から16時の間間でお時間をお取りしていきますあとは一日明けて火曜日から10月8日、10月9日、10月10日、10月11日これは夕方になりますけれども17時から21時の間でお時間をお取りしていくことになります。 こちら受付方法等々なんですが、えー、とインターネットでレックのページの中に、まあ、合格者の方々向けのページがあってそこに申し込みフォームが出てくるはずですから、まあ、それを使って申し込んであげてください。まああの 2度も3度もこれをやらなければいけないかっていうほどではないと思うんですけれどもまあ一回ねどういう雰囲気になるのかっていうのはたとえ対策全くしてない状況だったとしてもせっかくの機会ですから一回ねこれはどこかで経験をしておかれるとよろしいかと思います。 え、ちなみにまあ、中継で聞いていただいている方もいらっしゃると思うので、その他の地域に関してはまあ、梅田駅前本校、神戸本校、京都駅前本校、難波駅前本校、名古屋駅前本校でそれぞれ実施をする予定になっています。まあ、今ちょっとね。移しておきます。けれども、えー、まあこのあたりは？まあ、ホームページで見ていただく方が分かりやすいかもしれないです。あとは他の本校ですと。とまあ。 ポロ仙台静岡岡山広島松山福岡那覇でもね、えー、と個別指導も含めて実施をしていくことになっておりますので、はい、こちらね是非お近くの本校に、ま、足を運んでいただく形にはなりますけれども受講を検討しててあげてくださいそこで、まあ、あのもうすでに持っている方もいらっしゃるかもしれないんですが、まあ、参加いただいたことで特典、まあ、としてということなんですが。 まあここにね、口、えー、述試験、口述,述模擬試験、口述個別指導にお申し込みいただいた方にはということで、えー、ブレイクスルー口述対策編というのをお渡しをしています。ち、まあ、ちょっと書いてありますけれども、まあ、こちら 口頭で聞かれて口頭で答えているのであくまで記憶を頼りにするということにはなるんですけれども、えー、とレックのスタッフさん等で合格した方等々から実際にどういう質問がされたかというのを聞き取ってそれをもとに想定問答のような形でまあ 過去問ですよね口述試験の過去問というような形でどんなことが聞かれどういう答えが模範回答だなというのをまとめているものになりますから、まあ、それ以外のことが聞かれてしまったらある意味誰も対策ができていないことでしょうから口述試験を受け,受けられる方全員が初見になるということなんですけれども、まあ、少なくとも今まで聞かれていたことは答えられるよ。もっと言うととうちゃんと 対策をしたよ。っていう気持ちを持ってその場に行かれるというだけで、だいぶ緊張感の方はまあ、完全に下がるとは言えないでしょうけれども、少しだけでも安心感を持って臨むことができるかと思います。まあ,あの皆さんの中でねまあ、見ていただくと、そんなに難しいことばっかりは聞かれてないんですけども、本当にやっぱり口に出して答えるっていうのは思った。以上に難しいことというか。あの？ 緊張感が走るもののだと思いますのでぜひここは、ね、対策をするために公実模擬試験なり公実個別指導を受けられてそして公実用のブレークスルーをもらって帰って、まあちょっとね、残り10日間ちょっとありますけれどもパラ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 めくっておいて、まあ、なんとなくでいいので対策をしておくようにしてください。まあ、ちなみになんですけれども費用の方で一応2000円というふうに言ってはいるのですが。 えまあレック使用講座受講生の方は無料ということでまあほとんどえ今お話を聞いてくださっている方々についてはこの無料ということに対象になると思いますからまあ一応確認はしていただく必要はあると思いますけれどもまあ基本的にはほとんどの方が無料で受けられるですので当日予約だけしていただいて足を運んでいただけばいいということですからぜひねこの機会を無駄にせずにえ使っていただければと思います。 まあ、まず以上がま公、まあ、口述、まあ、口述模擬試験に関するお話でしたね。えっ、ー、と、このチラシ、ちょっと裏がありました。えっ、ー、と、口述個別指導の方は。 富山本校、山口本校、高松本校、あとは定型校の新潟校の方で行うということですから先ほど映したのはすべて、まあ、公実模擬試験という形で実施されるのだというふうに考えておいてください、こちら、ホームページが最新の情報載っていると思いますから改めて皆さんの方でご受講、ね、検討いただいている方に関しては最新情報を確認するようにしてください。 はいまあ、まず以上が、えー、と口述試験に関するお話でした。まあ、ちゃんと受けるために、まあ、そしてあの緊張感等の問題もあるので、まあ、1回ぐらいは、ね、トレーニングをしておきましょうというお話になっていました。では、その後、まあ口述試験、まあ、受けてくださればということなので、まあ、それ以降の話も、えー、この後をさせていただこうかなと思います。まあ、基本的にはまたレジュメ 戻りますけれども最終合格発表があった後に公的なスケジュールとしては、まあ、11月下旬ぐらいから翌年3月ぐらいまで、まあ、期間をちょっとずつ空けつついわゆる新人研修というのが入ってきます。 でですので、まあ、ここのあたりで初めて、まあねえー、合格者、えー、この年の、えー、合格者と皆さんが会って、まあ、いろいろお話をする機会も増えていって、まあ、仲良くなる機会なんかもあると思うんですが、まあ、この期間の中で、まあ、これもご存知だと思いますけれども、まあ、特別研修という、ね、その後の認定講座を受けるための要件になっていますがその研修もこの11月下旬から翌年3月末の中で行われてでそこで、えーとまあ 100時間研修という言い方をしているので、まあ、この特別研修に関しては出席してまあちゃんとこのまあ逆に遅刻とか早退があんまり許されなくてちゃんと100時間この研修を受講することっていう,もう時間単位のようなイメージでえーその認定講座を受,かる受けるための要件付与という形になっていますからまあちょっとここね、あのー 遅刻とか、まあ、例えば電車遅延等で、えー、やむを得ない事情があったときにどんな救済措置があるのかというのはそのタイミングタイミングで確認をしていかなければいけないんですが、まあ、基本的にはしっかり100時間受けきる必要がある、まあ、ちょっと、ね、時期的にも、えー、風邪だったりが流行って体調を崩しやすい時期なので、まあ、気をつけて受講いただきたいんですけれども、まあ、この認定講座のための特別研修があると。そして それを経て大体、まあ、ちょっとまだスケジュール発表になってないですけれどもいつもだと6月の初旬ぐらいに認定講座があってその発表が9月初旬というのが流れですから、まあ、そういった意味では、まあ、あのまだまだ安心はできないまだ煽るのかというふうに怒られてしまいそうな気はしますけれども、まあ、一応このあと皆さんの目の前に出てくるスケジュールとしては講述試験そして最終合格発表そしてその後と、えー まあ、年の暮れぐらい11月下旬ぐらいから、まあ、新人研修そして、えー、来年になって6月ぐらいで認定講座があって最後9月初旬にその発表があって、まあね、つい最近発表があったんですけれども、まあ、そこまでいくと、まあ、完全にもうこれでしばらくどんな試験も受けなくてよくて、まあ、司法書試験の、まあ、か完全合格って言ったらいけないんですけどねそういった形にたどり着くのだというお話になります。 はい、なので、えー、っとこれから先、まあ、この「口述試験の話を」の話をしましたでその後ね、えー、もうちょっと時間,が置いた後時間を置いた後に、まあとに少し認定講座の話もしていきたいとは思うんですけれどもこのあと、えー、皆さんにやっていただきたいことというかちょっと気をつけておいていただきたいことがあってあの厳しいこと言うわけじゃないんですけれども今後何ていうのかな皆さんの中でこうネットワークを張っておく。 周りの情報収集っていうのは少し意識をねしておかれた方がいいんじゃないかなと思っています。というのが、えー、例えば、まあ、私の場合で恐縮ですだいぶ昔の話にはなるんですけれども、まあ、例えばねこの 講述試験があって、皆さんはある程度ネットワークを持っていらっしゃるから「口、まあ、述模擬試験」っていうのがあるらしいそしてあのいついつどこどこで実施されるらしいっていうのを、まあ、あの周りから聞いたりすることができたかもしれないですけれども結構そういうのを知らなかったりするとね、えー、機会を損失してしまう可能性があります。また今後、例えば、えー 研修に行かれて、まあ、その中で、まあ、研修の中でネットワークを作っていくんでしょうけれども例えば今後皆さんが就職なりを考えていたりする時にじゃあどういう事務もうすでにね就職なさっている方も当然新人研修等に出ていらっしゃるでしょうからそういう、まあ、いわゆる業界の動向的なところも踏まえてまあ い,い情報悪い情報混ざってくるとは思うんですけれども、まあ、そういったところの情報もより早くキャッチできていた方が当然有利には働いていくと思います。 なのでそういう皆さんの,この同じ同期の方々のネットワークというのもやっぱりしっかり持っておかれた方がまあこの研修時期のお話もそうですしやっぱりこの同期合格者のつながりっていうのはその後ずっとついて回るケースがありますのでまあまあその人のねつながりっていうのは是非重視した上でもっと言うと新人研修 なんてってっ言ってしまうとあの実施している方々を知っているのは何とも言い難いですけれどもある程度そういう人のつながりを作っていく場でもあるということはあの一つ言えることだと思いますからいいいいい人のつながりを作ってたただきたいと思います、まあ、ちなみに、まあ、私が合格したのは平成19年だいぶ前なんですけれどもの私の周りのですよ合格者たちは 今少し円としてては薄い感じになってます皆さんちょうど忙しい時期なんだと思うんですけれどもまあ顔を見て挨拶ぐらいはしますけれども、まあ、そういった状況なんですが。 4つ5つ離れた平成15年ぐらいの方々あるいは23年ぐらいの方々、まあ、私が知っている範囲なんですけれども、まあ、今でも毎年のように集まって、まあ、交流をしているというようなお話を聞きます。でそうなっっててくると、まあ、その時,期時期によって例えばお仕事を に触れ始めたこの業界に触れ始めたまさに新人という状況であればおそらく皆さん同じような立場なので、まあ、どこの事務所ではこういうことを言われているとかどういう仕事の仕方をすればいいかというのをみんなでシェアしていくことで、まあ、少しお悩みが解消する可能性もありますしそれは例えば皆さんが例えば独立開業をしてそういった方々が増えてくるとその独立開業をしている人たちでなかなかねこう単位がちっちゃくなって 他の方々とお話をできなくなるような機会もあるので、そうなった時にまあ同期で気が知れている中であれば言えることなんていうのも出てくるでしょうし、またこれがねその事務所なりそのやっていらっしゃる事業の規模が大きくなった時期にお会いするとまた違うお話が出てくるだろうということもあります。なのでこの研修の時期を通じてまあ当然ね知識だったりまあスキルっていうところもあの獲得していっていただくことにはなるんですが、まあそれに それを超えて大事になってくるなっていうのがその人とのつながりでしょうから、まあ、あのそういった意味ではその研修の時期を通じて是非、まあ、ねあともう一個、えー、と情報ということでお話をしましたが、まあ、あの例えばレックでもこのあとね皆さんもう合格したからもうじゃあ基本的には ここで合格し良かったですね、おめでとうございます、じゃあ、っていうわけではなくて、え合格後の皆さんに対しても色々、いろいろ情報提供をしていくわけです。えー、例えば、えっ、ー、とこれもホームページを見ていただくとわかりますが、まあ、今回、時期がわかなかったので、えー、入れてないんですけど、この最終合格発表と新人研修の間に、まあ、レックでも祝賀会というのをさせていただいています。確か11月20日ぐらいだったと思うんですけれども、まあ、東京の会場はね。 なので、まあ、そういったものも含めてあるいは、えー、とこのあと、えー、後半でお話をしていく、まあ、関西交差の対策も含めて情報発信をしていきますのでやっぱりその情報をキャッチし忘れてしまうとやっぱり 対策はちょっとずつ遅れていく可能性もありますあともう一つあのレックにいる私がいるのも何なんですが言うのもんなんですが皆さん今までねある意味あのレック含めいろんなところにこう投資をしていただいているわけなので今後はその皆さんが投資し,していただいたものを取り返す時期だと思ってるんですね。なので、えー、と今後も例えばレックでもいろんな情報を皆さんに提供していきますし例えば合格祝賀会というような形も含めて皆さんにこう交流の場も提供 していくので逆に皆さんはそういう場所にね積極的に参加して、まあ、あのちょっとでも皆さんが投資したものを取り返すって意味でもあるいはその 情報を新たにキャッチするあるいはあの新しい、ねえー、人のつ、ね、ながりを作っていく、まあ、いろんな意味でも、まあ、そういった場所には、えー、参加するなり、ね、情報をキャッチした上で行く行かなないいいいを定めていただければよろしいのかなと思います他にはあの多分皆さんのお手元にもあると思うんですけれどもじゃ就職する時にどうするのっていうことで、まあ、どこに就職すればいいのって悩まれる方宛てにも、まあ、どういった事務所があってというような形で場合によってはその 事務所さんを紹介するような部署もレックとしては持っていますので、まあ、あの積極的に活用をされた方がいいと思います。 っていうのは皆さんは皆さん自身で今後この後の時間を使って例えば研修だってすごく忙しくなるわけですしでそれ以外にも関西高査の対策もしなきゃいけないでしょうしそれ以外にも今までこう我慢してきたいろんなことをねこ,うこれからしばらく自由にやれるまあ一番いい時期なわけでそうするとそれ以外の人任せにできるところっていうのは一旦人に例えば 私たちレックに預けていただいてもいいわけでその代わりその情報だけは常にキャッチできるような状況にしておいて、まあ、皆さんは皆さんの時間を有意義に使っていただくというのが非常にい,い方向性だと思いますからそちらねあの任せられるところは人に任せただ情報だけはしっかり入ってくるような形をぜひ目指していただければなと思いますす、えー、そんんなな意味ででで、えー、研修に関してなんですけれども、えー、こののレジュメの一番下です。 一番下に「参考」ということで URL を上げておきましたけれども西連日本司法書士連合会に ついてても、まあ、ここが、えー、情報発信元だだと考えてください、えー、日試練研修総合ポータルというサイトがありまして、まあ、皆さんのお手元にもおそらく冊子等々が届いていくとは思うんですけれどもそのどの研修がどんな形式でどこの地区ではいつ実施されますよなんていう情報も,も基本的にはこの日試練の研修総合ポータルの方に出ていきますから、まあ、あのこのねレジュメ にも載っけておきましたけど、まあこのサイトをちょこちょこアクセスしていただいて情報をつかむというのも一つ手かなと思いますので、まあこのサイトの URL は知っておかれたらいいかなと思います。そしてえっ、ー、と研修の種類ですけれども、ちょっと資料が飛び飛びで申し訳ないですけれども、裏面の三番目新人研修についてということで、まあ形式としては中央研修そして、えー、各単位会のブロック だいたい関東地区とかそういった形のある程度単位を分けた形のブロック研修そして実際にもうほに都道府県単位に司法書士の大会があるんですけれどもそしてそれとは別に先ほどキーワードはお伝えしましたが認定講座を受講するための要件としての特別研修というのが組まれているのでこの辺り。 実施時期も含めて事前にスケジューリングしておかないとまあその 特にお仕事なさっている方あるいはある程度就職を早めに考えるっていう方なんかだとこの研修とのスケジュール調整っていうのが非常に大変になってくると思いますからあの研修の時期を踏まえていつ就職されるかあるいは今もね既にもうお勤めの方であればそのスケジュールをどう開けていくかっていう調整が必要になってくると思いますので、まあ、今時期では、まあ、今段階ではまだあの詳細なスケジュールは分かってないんですけれどもものとして。 これだけの種類の研修があって、まあ、大体は年末から翌,3翌,月翌年の3月までということなんですけれども具体的なスケジュールはつかむでそれがまおそらく冊子でも来ると思いますけれども、まあ、この一つはね「日誌連の研修総合ポータル」っていうところに上がっていきますのでその点ご注意くださいということです。あとともうちょっと研修の話でこの 単位会のの研修というのがあるんですけれども、まあ、私今これ渋谷本校で話していますから、まあ、渋谷本校がある東京では東京司法書士会というのがありまして、まあ、その東京司法書士会でも、まあ、あの新人研修というのをそう実施しますし例えば私は千葉司法書士会の所属なんですけれども千葉司法書士会でも そのまあ、基本的にはその単位会に登録を考えている方なんかを中心にということではあるんですけれども各単位会のの研修というのも開かれますでその中で、えー、と例年東京司法書士会ちょっとこれ関東にいない方も聞いていらっしゃると思うのでまたちょっとそれ以外の事情についてはまさに情報をキャッチしていただきたいんですが、まあ、東京司法書士会、まあ えー、研修の内容が結構充実していてあの別に東京に登録しない方であったとしてもある程度受講を考える方が多い 単位会研修ということになっています。例年私もレックのスタッフさんなんかとお話をしていると、この別に東京に登録するかどうかは別として、東京司法書士会の研修を受けられているという方はいらっしゃるようです。私もその平成19年合格したときに、ま東京登録はしなかったんです。 あしたのかなまあ,あの考えてはいなかったんですが、えー、受講した時に結構、まあ、ボリュームとしてはいいボリュームで、まあ、資料としてもしっかり資料がいただけるような、えー、ものでした。なので、まあ、このように単位会研修なんかもまさに単位会ごとのホームページに載ったりするので、えー、とそれは気をつけて、まあ、各単位会のページを見ていただきたいということとあとは特に「えー いわゆる速読ってやつです、えー、早期の独立を考えられている方で場合によってはその登録する単位会が自分のところの単位会研修を受けていることっていうのが、まあ、要件に挙げているところがあるというふうに私聞いたことがあるので。 まあそれがここ最近また要件が緩和されているのかよりあの厳しくなっているのかは分かりませんけれども特に、速読を考えていらっしゃる方についてはその単位会研修の受講というのも場合によって要件になる可能性がありますからその辺含めて情報収集ですねこちらをぜひしておくようにしてください。登録の要件になっているケースがあるとあのねそのせいで登録が遅れたというのも皆さんのこの後の人生設計に響いてくるところでしょうから、え。ー ぜひチェックをしていただきたいということになります。はい、えー、ということでこのあたりまででまずは研修大雑把なね、えー、研修まで含めて、あとは今後皆さんがどういうスケジュール感で動いていかなければいけないかというお話をさせていただきました。ええー、したらあと後半まあ、あのフルフル1時間やらないかもしれないですけれども、まあ,あとはまあ 心の片隅に、まあ、考えたくないなと思いながらどこかで考えているでしょう。特別研修、そしてその後の認定講座についての話、まだ触りです。今日これからすぐもう受かってまだ1日しか経ってない皆さんに何をやれというつもりは全くないんですけれども、まあ、でも最終的にやらなければいけないことっていうのは知っておかれた方がいいと思いますので、軽くねそんな話をさせていただきたいと思います。 とということで、えー、お配りしているレジュメですと裏面の4番になるんですけれども、まあ、関西訴訟代理等能力認定考座について、まあえー、関西考座とかね認定考座という言い方をするんですが、まあ、まず,な,ずなぜこれを受けるのかというと、まあ、あのいわゆる認定司法書士、えー、として、えー、裁判業ね、あのー 簡易裁判所の民事140万以下の案件に対してま対応できるというまお墨付きをもらうための交差です。まですので、もうすでに皆さんが司法書士になられて、こういうプランニングで仕事をしていくんだっていう中に、この認定考査が必要ないという方もいらっしゃるかもしれないんですよね。だとするならば、まそもそも特別研修も含めてま受講する必要がないということになりますから。もし今の時点でもう皆さんの？ 将来的なプランがはっきりしていて、まあ、取らなくても大丈夫なのは取る必要がないんだっていう方であれば、まあ、受講を考える必要はないんですが、まあ、おそらく大多数の皆さんは、まあ、登記業務だけではなくてそれ以外の広がりというのも期待あるいは考えた上で今後の、ね、キャリアプラン考えていらっしゃると思うのでそうなってくるとやっぱりこの、まあ、いわゆる認定を受けておくというのは非常に大事になってくるかなと思います。えー 私自身のお話をさせていただきますと私自身がまあ今実務をやるという意味で事務所も経営していつつ、まあ、このレックの講師という仕事もまあ二足のわらじということでさせていただいているんですけれども、えー、実際訴訟関係業務どれぐらいやってるんですかという話になりますと私も開業しても8年ぐらい経ってるのかな、えー、経ってるんですけども基本的にはほとんど受任をしません、えー、というのがまあまあ,あの まあ、いろんな事情はあるんですけれども、まあ、そういった案件に巡り合う、まあ、あの機会が少なかったっていうのもありますが、まあ、基本的にちょっと他の業務でやろうという認識があるからです。じとい,い,い,いうお話になるんですけれども特にこれから仕事を始められる方々にとって必要だなと思うのがいわゆる司法書士って 相談会っていうののを市民の方々に対して開くん例えば無料相談会という形で例えば私は千葉県の司法書士会に所属しているので千葉司法書士会が主催したりあるいは事務所を開いている地域の支部が主催する相談会というのがあるんですが、まあ、そういうのに、まあ、あの参加していくわけなんですけれどもその時のまあ相談員になる要件としてやっぱりどんな相談が来るか分かりませんからこの認定講座を持っていないとある一 まあ,ある一定の相談会にそもそも相談員として参加する資格がなくなっちゃうというケースもあるわけです。ね、いきなり行って訴訟関係の話なりあのトラブルの話をされた時にまあ認定コースを持っていないと書類作成はできるかもしれないですけれどもその具体的な相談に乗っていくことができないということでそしてその相談会というのがまあ,あの 当初のもしかしたらお仕事を皆さんの手元に持ってきてくれる有効なツールというかね相談者がそのままご依頼をしてくれるというケースもありますしそのいろんな形で相談に応えていくことで皆さんのまあスキルというかね相談スキルもそうですし皆さんの知識っていうのも実務に合わせてブラッシュアップしていくのでまあこの相談会っていうのはねぜひ参加をされた方がいいと思うんですがまあそういった機会がちょっと減ってしまうというような部分でちょっとあのまあ あまりあえて取らなないっていいととううことをすするのののがが策かなというのは、私の考えですがあります。また、えー、といろんな業務を進めていく中で今司法書士もね、えー、例えば登記だけやってればいいんだという時代ではなくなっているのでいろいろ登記もするんだけれどもそれにプラスアルファでいろんなお話が出てくるっていった時にやっぱり私もお話をしていて例えば、えー、相続 のお話をさせててていいただいててあ相続登記をしましょうねなんていう形でお話をしている中でポロッと他かの、まあ、財産等々の相続ってどうするんですかなんて話をした時にいや実はあの、まあ、亡くなったね非相続人がちょっとカードローンを組んでてちょっとだけ負債が残ってるんですよなんて話になったらこの負債どうやって処理していきましょうかって話になってくるとやっぱりこの辺は。 当期業務とはちょっと離れた話になってきて、まあ、和解交渉のようなイメージが出てくるわけですから当然この認定コースは通っている認定の、えー、資格がないと、まあそのまあ、代理ある意味ね代理人として債権者とお話をしたりすることができなくなるということで。えー 従来業務に携わっていくことをイメージなさっている方でもプラスアルファでそういったお話が出てくる可能性は十分にありますしその中でそういったことをトータルで解決できるもしかしたらご自分がその話を最後までやらないかもしれないそれを、ね、あの例えば案件が大きかったから弁護士さんにおつなぎするあるいはもっと得意にしている他の例えば同期の司法書士の方でそういった訴訟関係の業務をやって。 メインにやっている方だったらその方に引き渡すなんていうケースもあるんでしょうけれども皆さんがお話を聞いた中でこう,うまく話を切り分けて適材適所に振り分けていくっていうことをする上でもこの認定講座において獲得するスキルっていうのを持っていた方がより幅広い業務はできると思います。 ですので、まあ、あのもしどうしようかな特にどうするか決めてないけどまずは本試験受け,る受けて受かることまで考えてでその先のことはこれから考えます今まさに考える時期に来たんだと思うんですけれどもそういった状況であれば是非、まあ、ねあの皆さんの仕事の可能性を広げるという意味で、まあ、取れるものは取っていくという意味で是非、えー、受験して、えー、資格を取ってしまうということを考えていただければと思います。で次に、えーと まあここに移してありますけれども、もまあ、出題範囲としてまあ、要件事。実論はちょっと置いておきます。民事訴訟法民事執行法民事保全法司法書士法この辺りは皆さんが本試験で、えー、本試験対策として学習したきたものですから、まあ、その知識を活かしていただければいいんです。けれどもまあ、科目として。 まあ見たことないねっていう話ですと一番最後のこの司法書士倫理そして一番上要件事実論隣にね民法とか商法とか釈然釈火法とか見慣れた条文はあ見慣れたね、えー、法律名は出ているかと思いますけれども要件事実論ということで出てますまあこのあたりなんですけれどもまあまだ今回の時期ではまだざっくりしたイメージでいいんですがまあ簡単に言うと簡易裁判所で皆さんが そのいわゆる、ね、訴訟事件を担当していく、まあね、訴訟代理人になっていくわけなので、まあ、結局訴状,が訴状がしっかり書けて訴状の内容がちゃんと書けるようにならないといけないよねでそのためには起こっている事件をちゃんと訴状に簡潔にまとめて裁判所がちゃんと認定で分かりやすい形で伝える必要があるよねそのためのルールお作法が要件事実論だというふうに考えていただければいいです。 なので、まあ、私こういう例えを使うんですけども、えー、皆さんがやってきたお話でいうと不動産登記法で、えーまあ、事実があって例えばそれを結果的に登記したいってなったら 事実としておき例えば売買いい、ね、っていう事実があってそれをもとに所有権移転登記をしたいんだってなるとその間にはただ売買があったんですってつら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 並べ立ててもしょうがないわけですから登記申請書っていうのを作って登記申請書っていう中に登記が、えー、ちゃんと移転する登記が書き換わるための情報を詰めてあげて必要な、えー、添付書類をつけて 法務局に出していくわけなんですけれども、まあそれのちょっと出していく先が違うというお話だと考えていただければいいです。最終的に今度は宛先が裁判所になります。そして、裁判所に対して例えば売買をしたので。お金払ってほしい。なんていう要望があったとしたら、まあこれを最終的にまあ民事でね。皆さんの中だけで、まあその当事者同士で解決できればいいんでしょうけども、そうじゃなくて、例えば頼まれてきたってなった場合に。 じゃあそのお金払ってくださいっていうのをちゃんと売買があったんですそしてお金をちゃんと払ってもらえる状況になってるのに払ってもらえないんですっていうのをやっぱり裁判所により分かりやすい形で伝えなければいけないそうするとそのためには訴状を例えば書いていくことになりますけれども訴状の書き方だって皆さんが不動産登記法でやってきたかのようにやっぱりある一定のルールがありある一定の当てはめ方があるので、まあ、不動産登記法でいうところ の投棄法でいうところのひな型に該当するようなものが、まあ、言ってしまえば「要件事実論」で学んでいく、まあ、この事実の訴状への当てはめ方すごくざっくり言ってますけれどもこういったものだというふうにご認識いただければいいです。あとは司法書士倫理なんですけれどもこれって何だっていう話なんですがまあ私も実務をしていく上でまあ例えばねあの まあ今民事140万円って話をしてますけれどもこれがじゃあ150万円の事件やっていいんですかとそれはもう圧倒的に誰が言っても罰だって言えると思うんですけれどもあとは利益相反系のお話だとまあこれもダメだよねって皆さんすぐ言えると思うんですけれども例えば原告からになる人から話を受けて。 まあね、訴訟業務に関する仕事を始めようとしてたんだけど実はその相手方を聞いたら被告から前に相談会で相談を受けてた気がするってこれ考えてみたら同じ案件じゃんって話になった時に仕事原告から相談、ね、受けてるけどもすでに被告になるべき人から同じ案件聞いてたつまり被告の状況を知っちゃってるっていう時に司法書士として、まあ、認定司法書士としてという言い方になりますが。 仕事を受けちゃっってていいのって、まあ、こんなようなちょっとまあ今の事例は悩まないかもしれないですけどねこういう仕事を進めていく上で悩ましい事例っていうのがいくつもあるわけでその時に司法書士としてはこういう行動をとるべきだよねっていうのの塊がまさに言葉の通り司法書士倫理ですなので実際皆さんの前に、まあ、認定校舎の試験問題として提示されてくるのであれば。 まあ今言ったようなねお題があってこの時にあなただったらどう対応すべきですか書いてくださいみたいなことが試験問題でで出てくるわけです、まあ、なのでえと皆さんが今まで学習されてきた司法書士の本試験向けの知識も生かすシーンはありながらもやっぱり違うスキル裁判所に対してまあ,あるいはね訴訟案件を扱えるようなスキルを身につけていくのが主目的である以上まあその新しい 作法お作法ルールっていうのも要件事実ね覚えていかなければいけないし使えるようになっていかなければいけないしその新しいルールを運用する上で、まま、別の倫理観っていうのかなをやっぱり身につけておかなきゃいけないでしょうから司法書士倫理っていうようなお話が出てくるわけです。なのでこの辺りのでこりお話はは、まあ、基本的には 先ほども言ったように特別研修っていうのがその認定考座を受けるための要件になっているということなので特別研修の中でこここういったこととはは基本的にに学習することになっているわけですなので、えーまあ、考え方によってはちゃんと特別研修を真面目にやっておけばそれがイコールこの認定考座の試験対策になるはずでしょっていうお話になって、うん、確かにそうなんですよね。あの私も、えー 特別研修のチューターを2期ほど勤めたことがあるので実際にその特別研修の内容、まあ、自分が受けた時も含めたら3回ですけれども、まあ、ある程度把握はしている中でまあ、うん、確かに今言った正論っていうのはその通りなんだけれどもというところがあります。というのがやっぱりまあ試験なのでなかなかその研修を受けただけでは 完全な試験対策になるかというと若干まだちょっと足りないかなというかまあ、試験対策としてはプラスアルファのことをしておいた方がより受かりやすいだろうなということは言えますなのでまあ,あのもちろん特別研修をしっかり受け切っていただくことが大前提にはなるんですがやはりプラスアルファで対策はしといた方がいいだろうというのが私自身も認定講座を受講 してえー、その中で、えー、受かる人落ちる人を見てきたという経験もありますしその後内部に入って特別研修自体の、えーまあ、チューターということで特別研修自体に関わった経験からしてもちょっとねやっぱりプラスアルファの試験対策はしておくべきだろうというのが、えー、意見としてはあります。まあ、じゃあととどどううすすすればいいんんででかかって話になると思うんですけどもここから後は、えーと まあねえー、と皆さんにお勧めしているのがじゃあもう今からでもすぐに対策した方がいいですかそうじゃないとやばいですかっていう話をよく聞くんですけれども私自身は今の時期から始めるものじゃないだろうなっていう個人的な認識ですけどねは持ってますというのが、まあ、先ほどもね研修の話もしましたけれども、まあ、あの一番やっぱり まあ人生で楽しい時間の一つだと思いますから有意義にねこの時間をまあ楽しい気持ちのまま過ごしていただきたいというのもあるしまあその中でまああの前だと特別研修受けてみてその特別研修の内容がストンと腹に落ちないんだったらその後試験対策もする上でちょっと苦労するだろうから受けてみてから考えればということを言っていたんです。ただ ここから先ちょっとねシビアな話もしますけども皆さん、えー、とこの認定講座の合格率って今どのくらいになってきてるかご存知でしょうか、まあね、知ってる方が多いと思うんですけど直近一番直近の認定講座は合格率が80%ぐらい78%ぐらいだったの方が合格されました。 あもっと言い忘れてましたけど、えー、認定講座は、えー、絶対評価の試験なので70点満点の中で40点取ったら全員受かります逆に言うと40点1人も取れなかったら全員落ちますそういう試験なので本試験とは方向性が違うんですけれどもその70点満点で40点取ればいいという絶対評価の試験の中で直近は78の合格率でしたもうちょっと細かい数字はありますけどね。じゃあその1年前 同じようにいい合格率だったのかというと、まあ、ある意味極端なんですけどもおそらくこの78%直近のものが、まあ、平成15年かなからこの認定が始まった中でおそらくほぼトップクラスに高い合格率だったということで逆にじゃあ1年前どうだったかというと、えー、合格率が50を切りましパーセント合格率でした。さらに、えー 直近から離れて70 80%近くそして40%に落ち込んだその後、えー、前の年を見ていくとだいたい実は合、ね、確率にすると、まあ、5割ちょっと6割いくかなぐらいの時期がずっと続いてました、ね、あの皆さんがまさに突破した司法書士の試験を考えると ね、今でも 4. 4. 何ですからなんだ50%以上受かるんじゃんんきつい時でも40%何でしょいや直近なんか78%でしょって思う方もいると思うんですけどよく考えていただきたいのが誰が受験してるんでしょうかっていう話なんですよね。皆さんと 同じ立場の全員本試験を区切り、まあ、あの特任の方もいらっしゃるかもしれないですけども基本的には本試験を受かった人たちが受けてそれも大多数の方は受けた直後本試験を受かった直後のおそらく一番知識が、まあ、一番充実している方々が受けていっている中で、まあ、それ以外の方もいらっしゃるんですけども5割6割の、えー、合格率だったり、まあ、すごくいいって言われても78つまり2割の方は 残念ながら不合格なななっている試験なんですなので脅かすつもりはないんですけど、えー、対策なしで、まあ、ちょっとなめてかかった形で受けてしまうと多分厳しいことは確かですただ、えーとね、今年の結果、まあ、私も皆さんに聞いたわけじゃないんですけどその前の年のすごい厳しい状況があったので本腰入れて本気でやったんだと思うんです。 本試験で皆さんが出したあの本気にちょっと近いレベルのものを出してくださったので多分7880近い合格率が出たんじゃないかなとい私の個人的な感想ではあるんですけれども、まあ、なので、えー、対策をしないでいっても、まあ、研修クリアしてるからいけるだろうだとちょっと厳しいところがありますし逆にちゃんと対策さえしていただければ、えー 非常に合格は近くなるね、えー、ボーナスポイントがあるようなまあ、試験なんだろうというふうにまずは位置づけておいていただければいいです。なので、どこかで何かまあ、ちょっとね。対策はしなきゃいかんだろうという。頭だけはまず持っておいてください。まあ,あの、やっぱり80%の中に入れなかった方っていうのはよく特にこう。もう既に就職なさっていて、バリバリ実務をこなしていて勉強する時間なかったっていう方も結構含まれているんじゃないかなと思っているんです。 なので、えー、皆さんの中の、まあ、今年合格された方々の中の大多数は、まあ、あの実務にも携わっている方がいらっしゃったとしても若干まだメインで回ってらっしゃるって方はそんなに多くないと思うので時間的余裕がおそらく一番ある方々なんじゃないかなと思います。なののので、えー、と特にに合格しした年の認定講座を取ってしまうのが一番知識的にも 用意できる時間的にも一番条件が恵まれている状態ですからぜひ まあ過度な対策をしなければいけないっていうほど皆さんの気持ちを煽おるつもりはないのですが適切な対策はしていただいた上でやっぱり 2, 年目2回目3回目になっていくとお仕事しながらってことになるので気力も続かないしその勉強してたこともやっぱり徐々に徐々に抜けていくっていうんで試験ね認定講座を受けるのがつらいなんて言っている人も聞きます。 なのでこの初年度合格してしまうために適切な対策というのをしていただく必要があるかなと思います。まあそんな中でまあじゃあ,あの本を読むとかね、えー、まあ過去問を見てみるとかいろんな対策あるとは思うんですけれどもまあ一応レックでも。 まあ私が担当してはいるんですけれども、えー、そういう関西対策の講座はご用意をしていますなので今日はそういう対策がレックでもご用意をしていますそしてちょっとだけ言っておくと今期はこの特別研修の予習というような意味合いもあるんですが全くこれから新規の学習を皆さん学習というかねスキルを特別研修で獲得していただくということになるので、まあ、特別研修前にちょっと 予習のような軽い基礎的なところを入れて特別研修後に実践編というような形でより試験対策に近いような事例を見ていただくという形でカリキュラムは考えてありますので、まあ、あの少なくともまあもう発売は開始するんですけども、えー、受講を真面目に考えるのはまあそのまあ合格。 最終合格出てからでもいいんじゃないかなっていうのがまあ自分の本音ではあるんですけれどもまあなので何かしらの対策はしていただいておいた方がいいしその中でもまあ後回しにして最後やればいいやっていうのに関してはちょっとボリューミーなところがあるとは思いますからまあちょっとずつまあまあと特別研修の予習だねぐらいな感じで軽く触っておいてで特別研修になり研修に 全勢力費やしていただいて、じゃあもう研修受け終わったから残り多分三ヶ月ぐらい出てきますからそこで最後に詰めて、えー、試験対策しちゃおうっていうような形がいいんじゃないかなと思いますので、まあこのおそらくお手元にパンフレットがあるんだろうと思います。えー、ちょっとだけ写しておきますけれども、まあこのリーガルマスターのね関西講座完全解明講座っていうのがあるんですけれども、まあこういったものも レックでは皆さんのサポートということでご用意はしていますので、まあ、そんなね受講もおいおい考えていかれたらいいかなと思います。少なくとも今はまず講述試験を受けてちゃんと11月5日に気持ちよく合格発表を最終,、ね、この最終合格発表を迎えていただくというのがまず皆さんに課せられているものだと思いますから今すぐねもう試験終わってすぐまた次のことを考えなきゃいけないっていうほど。えー 焦る必要はないですけども、まあ何かはしなきゃいけないんだろうなっていうふうに考えておかれるといいと思います。うん。でまたそのね、何かまあ本を読むとかでいけそうな人もいるのかもしれないですが、まあ対策講座的なものあるいは対策本的なものをちゃんと読んでいかなきゃいけないかどうかって境目を見るのであれば、まあ例えばえっ、ー、と試験問題自体はね、えっ、ー、と法務省の方でも、えー、公開はされているので過去問ってやつです。なのでちょっと ちょっと見てみてもいいかもしれないですね。で見てみて。なんだろう。これ何言ってるかわかんないし、どうしよう。っていう気持ちが強くなったら、まあ少し対策しなきゃいけないかなっていう方に、こう舵を切っていただいてもいいのかなと思います。あとそうだ。忘れてた。えっ、ー、とこの認定。考査に関してはえっ、ー、とおそらく来年から改正民法。 での対応が求められるだろうというふうに踏んでま、まあそうなると思うんですけれども、そうなると、えっ、ー、と今年の合格者の方々は改正民法の受験ではないので、そういう意味ではちょっとその意味でもね、なんか対策をしなければいけなくなるのかなということがあります。そして、えっ、ー、とレクの講座では、まあオプション講座にはなるんですけれども、まあ債権法と相続法の改正についての講座、これを運の講師に対応対 講義いただく形でオプション講座という形で用意をしていますので、まあ、今後ね来年以降は改正民法で皆さん動いていかなければいけないということを考えるともしかしたらそっちの対策含みで、まあ、あの民法をもう一回見直すようなイメージで違う角度から民法をもう一回見とこうという意味でのご受講を考えていただいてもいいのかもしれません。まあ、当然こののののリーーガルマスターの本体講講座ででも改正民法に沿った形での講義をする ということになっておりますので、まあ,あのまあ、プラスアルファで改正民法対策っていう意味合いをね、えー、つけていただく形で、えー、受講をしてもらうのもいいのかなとは思いますね。なので、まあ、ちょっとあの今日お話を聞いていただいている方はパンフレットなり、えー、そのホームページでこの関西対策に関する情報に触れる機会もあるでしょうから、そのあたりまあ、ちょこっと見て。 うん、どうしようかなってまずちょっと頭の片隅に入れといてそれで、えー、合格発表を見た後にさあみんなとね多分そうなると、えー、同期の方々たちとお話をしたりする機会も増えるので、えー、どうするのいつからやるのどんなことやるのなんていうことを聞きつつちょっと自分の、ね、方向性というのを決めていただいたらいいとは思います。 この、えー、受かった皆さんのこの一番ピークまあピーク時期は本試験の時だったかもしれないですけれどもその時に入れた知識っていうのがあるうちに合格をしてしまうのが多分一番楽です今だったらまだ勉強する癖っていうのがついているので。 ちょっと離れたら、まあ、当然すぐにねあの癖って抜けていくのかもしれないですがでも2年経って3年経って例えば私が今これからすごい勉強をしろっていうふうに言われたらその癖をもう一回か,かつてやったことを思い出してその状況に持っていくだけでものすごく負荷がかかりそうな気がします。なのののでででせっかくついいた良い癖ですので、まあ、この流れ 合格したこの流れで一気に走り切ってしまって、まあ、認定講座まで受験して合格してしまう方が皆さんの今後についてね一番こう費用対効果がいいと思いますので、まあ、今はまだぼんやりと頭の中に思い浮かべておくだけでいいと思いますけれども、まあ、今後に向けてそこまでがゴールなんだということで改めてなりますけれどもまずは今回はこの筆記試験合格後のスケジュールということでざっくり。 講座の発表までを大きく、えー、書いておきましたけれども今後このスケジュールに沿って基本的には動いていくのでどのタイミングで、まあ、動いていこうかなってやんわりでいいので、えー、考えておいていただけると、まあ、急にねお話が出てきてやべえどうしようって話にならないと思いますからいいかなと思います。はいえー、ということでまああのー 今日はこの時間を頂い,いて基本的には皆さんにね、まあ、あのおめでとうという一言を言うために来てはいるようなところなんですが、まあ、あのまずは11月5日の最終合格発表を気持ちよく迎えるために口述対策は一応やっとけばよかったなと思うぐらいだったらやった方がいいですからやってください。 来てていいただいてご縁があって合格された皆さんですので、えー、と合格祝賀会ね東京大阪東京とあと関西の方でやるはずなのでちょっとそこも情報を見ていただいて、まあ、基本的には、えー、参加できる講師は基本的に参加していきますので例えば、えー、私はねそんなに皆さんと馴染みがないのかもしれないですけれども、えーまあ、お世話になったなあるいは何か聞いててよかったなっていうのの実物があのそこにいますから、まあ一言言いに行くだとか顔を見に行くっていうだけでもいいと思いますし まあこれ祝賀会も基本的には費用はかからないですからまあそういう意味では投資したものを少しでも取り返していただくという意味でもえ参加していただきたいですしまあ私個人の話で言えばそういった形でまたね皆さんの楽しそうに過ごしている姿を見せていただいたりそこでお話をさせていただくことでまた自分に対する活力にもなるのですごく嬉しい瞬間ではありますからま,あまずは皆さんと私の個人的な希望を言えばえ晴れ晴れとした顔の皆さんと合格祝賀会でお会いすることを願って ておりますのでそこでまたねお会いしたいと思いますはい、えー、ということでだいたいこのあたりで1時間ぐらいいただいていた時間が、えー、過ぎたということになりますまあ、この後、まあ、例えばこの口述模試のお話でしたりとかあとはこの関西交差対策ということで、えー、気になっている方がいればこの渋谷 の本校に関ししては私も少し残りますので、えー、ご質問等あれば聞かせていいたただきたいと思いますあと中継口頭で聞いていただいている方は、まあ、この講座等々の話に関してはあのレックのスタッフの方々本校のスタッフの方々がご存知だと思いますのでご質問等していただいて、まあ、まずは口述模試なりね口述の個別指導これはせっかくですから受けるようにしていただきたい ということでお話を締めていきたいと思います。はいえー、ということで合格後のね。この嬉しい。楽しい貴重な時間にね。この1時間、えー、いただきまして、どうもありがとうございました。今後もね皆さんと、えー、楽しくお付き合いできるようにしていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。今日はご清聴どうもありがとうございました。